エステバン、オスカル・フエルテスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。古典的な職人風のストライカーである。アルゼンチンでは10クラブに在籍経験があり、その他に、フランス、イングランド、スペインのクラブにも在籍したことがある。1991年に CA インデペンディンテで、 デビューしたが、すぐに放出された。プリメーラビーナシオナルのクルブ、エル・ポルベニルや CA ロスアンデスでプレーし、1995年に CA プラテンセに移籍してプリメーラディビションに復帰した。1シーズン後には、インデペンディエンテの最大のライバルである、ラシンクラブに移籍したが、たった1シーズンで CA コロンに移籍した。クラウスラ2000では17得点で、 リーグ特典王に輝いた。1999年7月、ジム・スミス監督の要望で、イングランドのダービー・カウンティ FC に230万ユーロの遺跡金で遺跡した。しかしその1週間後、彼のイタリアのパスポートが偽造されたものだとして、移民局に遺跡を拒否された。ダービーは280万ユーロで、フランスの RC ・ランスにフエルテスを放出し、その後スペインの CD、 テネリフェに移籍した。2002年に CA リーベルプレートに移籍したが、またもや1シーズンの在籍のみで CA コロンに復帰した。コロンには4度在籍し、クラブ歴代最多得点を挙げている。2009年5月21日、パナマ戦に出場してアルゼンチン代表デビューした。2017年5月にトルネオフェデラル A の CA、ウラカン、ラスエラスへ昇平され、 初めてクラブの指揮を取ることとなった。ありがとうございます。